クリスチャンの寄り道をお引きの皆様、こんにちは、山川と申します。今回は、窮地の時に神様に助けられた経験ということでお話しさせていただきます。今から27年ほど前、私は私立の学校に勤めているんですが、その頃、中学校を新しく立ち上げるためのプロジェクトチームが作られ、私もその一員として、 通常の仕事以外に忙ししく働いていてました。そんなこともあったんでしょうか。ある日夜中突然心臓の鼓動が速くなり気になったんですけれども我慢ができる状態だったので翌朝近くの病院に行ったところ発作性の頻脈ということでえ注射をし処置を受けてその時は治りましたそしてそれから半年ほど経った頃 また夜中に脈が異常に速くなり、今度は心臓自体が異常な状態であることが分かり、これは救急車を呼ぶレベルだと思ったんですが、サイレンを鳴らして来られるのが嫌で少し我慢をした後、自分でタクシーを拾い、近くに循環器で有名な病院があったのでそこに行きました。するとすぐに ICU に入れられました。 よくテレビで見るような機械に囲まれたベッドで医師の処置を受けてしばらくして発作は収まりまりしたその時医師からは「今後こういう状態が起きるようなら手術が必要」と言われましたすぐ退院することはできたんですがその後何とも言えない体調不良に悩まされ精神的にも追い込まれたような日々が続きました。閉鎖空間がダメで 不安に襲われたり、いつまた発作が起きるかわからないという恐れがあり、え薬はいただいていましたが、えそれでも不安は拭えず、苦しい日々が続きました。えそんな頃です。家の一軒挟んだ隣に、韓国系のプロテスタント教会が引っ越してきていたんですね。その牧師は、韓国の純福音教会の蔡史実牧師という方の学弟子で、 名前もサイという、まるで小さいサイ先生というおばあちゃん牧師でした。渋谷で教会を開拓していたんですが、予言で代々木と語られ、私の家の隣の土地を買い、教会を建てたということなんですね。隣ということで、サイ先生と私たちは交わりを持ち、家族ぐるみでお世話になっていました。大変カリスマ的な方で、癒しのために乗り、 断食を進めておられましたそこでサ先生に祈っていただき自分でも断食して祈りましたするとそれを境に不安がなくなり閉鎖空間も大丈夫になり発作も起こらず癒されたんですねそしてサ先生にそのことを報告すると大変喜んでくださいました神様は窮地に陥っている私の隣に 神の器を置いてくださり祈ることによって救ってくださいましたその後その小さなサイ先生の恩師にあたる大きなサイ先生ゆかりの今の教会に導かれ教会の恵みを今も受けています最後までお聞きくださりありがとうございました